ありがとうございます。よろしくお願いいたします。では、ここからは、私の、RPA in a day から読み解くパワーオートデスクトップの魅力というタイトルで、セッションの方を開始させていただきます。はい、私、前川と、申します。新潟に住んでおりまして、今は、マイクロソフト365のサポートエンジニアをしております。で、個人の、コミュニティ活動としては、今日お話しするパワーオートメイトデスクトップの、勉強会を開催したりしています。はい、本日の、このセッションのゴールなんですけども、昨年12月に一般公開されましたパワーオートメイトデスクトップの、トレーニングコンテンツを通じて、少しでも多くの方に、パワーオートメイトデスクトップおよび、パワーオートメイトに興味を持っていただける方がいらっしゃったら嬉しいなと思って登壇をさせていただきました。はい、私のこのセッションに出てくる、サービスを最初に、おさらいをさせていただければと思います。私の、セッションでは、基本的にパワーオートメイトに、ついてお話をさせていただきます。で、パワーオートメイトの中の、クラウドフローと、デスクトップフロート、プロセスアドバイザーですね。この3点、を、主にお話をさせていただきます。で、ご存知の方も多いかと思いますけども、少しおさらい的にお話をさせていただきますと、クラウドフローがいわゆる API をつなげて複数のサービスを連携していく、クラウドベースのコネクタを使ったフローの自動化を行うものになります。で、デスクトップフローが主にデスクトップの自動化を行う RPA 機能ということで、今日お話のパワーオートメイトデスクトップもこちらに含まれます。で、3点目ですね、プロセスアドバイザーというものが、業務プロセスの分析と、その業務プロセスの可視化ですね、を行うプロセスマイニングの機能になっています。これも、昨年の12月かなにプレビューリリースされていまして、今、パワーオートメイトデスクトップの使用できるライセンスの中で、使用することができることを確認しています。あとは、最後ですね、AI ビルダー、こちらはパワーオートメイトだけの機能ではなくて、パワープラットフォーム全体で、使用できる、AI の、サービスということで、ノーコードで AI が利用できる、こちらの部分についてちょっとお話をしていければと思います。はい、簡単にパワーオートメイトデスクトップとはというところなんですけど、先ほど通りご紹介させていただきました、パワーオートメイトの新しい RPA 機能ということで、昨年12月に一般公開されています。もともとは、ソフトモーティブ社という会社が、作っていたウィンオートメーションという RPA ツールをベースに開発されている、RPA 機能という位置づけのものになります。パワーオートメイトデスクトップの、悩みというか、気になっているとか、使い始めて、見られた方も、やっぱり一般公開もされて非常に多くなっていらっしゃるのかなと思うんですけれども、どのようにちょっと使っていったらいいかとか、始めてみたらいいかっていう情報って、あんまりビングっても情報がないのが実情かなと思います。これちょっと検索した、Bing で検索した結果なんですけれども、パワーオートメイトデスクトップの概要っていうのが一番上ですね、公式のドックスが出てくるんですけども、情報は多いんですけど、初見ではちょっと難しいのかなと思います。で、あとは2番目が、マイクロソフトの吉田さんが、作成されているパワーオートメイトデスクトップの始めるための動画シリーズ、非常に分かりやすいそのコンテンツを揃えてくださってるんですけども、その下に行くと、またパワーオートメイトデスクトップのランディングページですとか、プロセスアドバイザーの公式ドックスということで、ちょっとやっぱり難しい、内容がその後続いてしまいます。で、最後に、私の、キータの記事が検索結果に1ページ目に出てきて嬉しいなっていうところでもあるんですけども、逆にちょっと情報があんまりないのかなっていう反面の表れなのかなとも思っています。はい、でもですね、マイクロソフトが提供している素晴らしいコンテンツが、学習のコンテンツがありますというところで、ちょっとご紹介に移っていきたいと思います。まず1つ目はマイクロソフトラーンですね。ご存知の方も、多い、サイトになりますけども、こちらはパワーオートメイトデスクトップだけではなくて、パワープラットフォーム全体ですとか、マイクロソフト Azure ですとか、マイクロソフトが、提供しているさまざまな、サービスについての、機能の、いわゆる学習のサイトになります。こちらですね、短縮 URL で ak.ms/learn で、マイクロソフトラーンの方に行けるので、よろしければご覧いただければと思います。で、パワーオートメイトデスクトップに関するコンテンツが、すでにリリースされているんですけども、ほとんど日本語化、されています。説明もただの機械翻訳に終わっているわけではなくて、画面のキャプチャーとかもですね、日本語表示の、キャプチャーに切り替わったもので表示されていますので、すごく読み進めていくことができるのかなと思います。 MS LAN のパワーオートメイトデスクトップのコンテンツはどちらかというと、Excel のアクションの操作ですとか、データベースアクションの操作ですとか、細かいアクションの操作にフューチャーした内容なので、ちょっと困ったらここを見るっていう形がいいのかなと思ってます。はい、
もう一つが今日お話しする RPA in a day というトレーニングコンテンツですね。パワートメイトの RPA 機能を1日で学習するためのトレーニングコンテンツになっています。全部で10個のモジュールですね。でこちらも ak.ms RPA in a day パッケージですとか、あと RPA in a day というキーワードで検索していただくとコンテンツにたどり着けるかなと思います。でこの RPA in a day ですね、この後いろいろお話をしていくんですけども、全部で10個のモジュールで構成されています。まあ、羅列でガーッと書いてるんですが、ちょっと分かりづらいので、どういうことができるかというのを要約したのが次のスライドです。はい、まずはまあセットアップの手順の解説であったりですとか、プロセスアドバイザーの使い方や、あとはパワーオートメイトデスクトップの基本的な使い方と、クラウドフローとデスクトップフローの連携、あと AI ビルダーを利用した AI 帳票フォームの処理の自動化なんていうコンテンツがあるんですけど、これだけでもやっぱりちょっとイメージがつきづらいところがあるので、もっとちょっと要約をしてみました。RPA in a day でどういうことができるようになるのかということで、まあ、例えば私がある会社にいて業務の自動化とかを担当する社員として入ってきたときに、社長さんから呼び出されてですね、現在やってる請求書の入力業務なんだけど、なぜか時間がかかってしまっていると。で原因を特定した上で、この請求業務の自動化をしてほしいと。できれば今流行りの AI も使ってほしいな、よろしくねみたいな、まあ、ちょっと無茶ぶりみたいなことをされたとします。でも、RPA in a day を、頑張っていればそんなことも簡単にできますというような、位置づけで、ちょっと要約をさせていただきましたが、まあ、今みたいなその請求処理の自動化というところですね、を通してトレーニングをするというコンテンツになっています。でこれですね、ちょっと RPA in a day のもともと自動化をする対象の業務フローというのをまとめてみたんですけども、まあ、ある会社でメールが来ると。でメールが来たら、そのメールの中に請求書が添付されているメールがあるので、その請求書の添付ファイルを開いてですね、でそれのデータを入力するというような業務があるとします。でただ全部が全部請求書だけのメールが来るわけではなくて、いろんなメールも来ますし、で請求内容についても請求間違いとかの内容もあるので、そういったものもお知らせするということも含めて、一連請求処理の業務フローがあるというようなものを仮定します。でこちらを RPA in a day で、その学習してパワープラットフォームの、サービス群を利用して実現できる構成が、このようなイメージになります。まずですね、メールが着信したら、メールが着信したトリガーを使ってですね、その後そのメールの中の請求書のファイルだけを AI ビルダーで処理を通します。請求書だけっていうのはメールの方で絞り込みができるので、絞り込んだものですね、添付ファイルを AI ビルダーに渡します。で AI ビルダーで帳票の中身を解析した後には、その内容をマイクロソフト Teams の方でユーザーに対してメンションを送って内容を確認してもらいます。で確認してもらって OK だったら、その内容をデスクトップフローのパワーオートメイトデスクトップを介して請求システムに入力すると。で NG だった場合はちょっと NG の旨メールを送るというような構成になっています。このように一連の処理をパワープラットフォームの製品だけで自動化できるというところもポイントなんですが、私ちょっとこの中で一番好きな部分というところとしては、間のその Teams で担当者に確認をしてもらうというフェーズがあるんですね。こちらの部分がいわゆる人間がチェックした方がいいものはチェックしてもらうと、自動化できることは自動化した中で人間のチェックも入れることができるようなフローを組めるっていう形がすごくいいと思ってます。 RPA 的にはよくヒューマンインザループっていうようなこともですね、自動化処理のループの中に人間を入れることでより正確な自動化を行えるっていうことを目的とする、まあ構成があるんですけども、それも実現できるというようなことがこの RPA in a day を通して実現できるというところが学べるのもいいところかなと思ってます。ここからはちょっと RPA in a day の中身について見ていきたいと思います。まずですね、トレーニングのテキストが PDF 形式で用意されています。はい、でこちらの PDF なんですけれども、現在はですね、英語のコンテンツで提供されています。RPA in a day も何回か版が上がっていたはずで、一時期日本語のコンテンツもあったんですけども、このパワートメイトデスクトップ版についてはまだ英語のコンテンツだけで提供されているんですが、非常にもう画面キャプチャーばっかりのですね、コンテンツになっているので、すごく簡単に読み進められるかなと思います。私も非常に英語はもう全く強くないと言って過言でないんですけれども、それでもこの内容でサクサク進めていけるので、非常にいいのかな、英語であっても全然問題ないかなと思ってます。であとですね、RPA in a day の中には、請求書のサンプルの画像ファイル、PDF ファイルや、あと請求システム
自体のサンプルっていうのも備わっています。でちょっとこちらについては後ほどのデモでもご覧いただくんですけども、まあ、あのトレーニングブックだけあってもやっぱり大変で、こういうふうにサンプルがあるっていうのはトレーニングもすごくしやすい形なので、あのぜひぜひそういったところも非常にいいポイントかなと思っています。ではそれぞれちょっとモジュールの中を見ていくんですけども、あの RP エンイヤーデイ全体はだいたい 8.5 時間ぐらいのコンテンツなんですね。1日分のコンテンツなの で今日ちょっとこの30分の中でちょっとお話しする関係もあるので、あの要約的にお話をしていければと思います。でまず1番目のモジュールは概要と前提条件ということで、パワーオートメイトデスクトップのセットアップについてのお話になります。でこちらのセットアップの手順についてはまあ公式ドックスとかもあるんですけれども、あの日本語でコンテンツを発信されている方も非常に多くいらっしゃるので、そちらとまた合わせてですね RP エンイヤーデイの内容も見ていただくと、あのとても簡単に設定できると思います。で私一緒にちょっとあのパワーオートメイトデスクトップの勉強会の運営を一緒にしていただいている小沼さんという方がいらっしゃるんですけども、そちらの方が書かれたキータの記事があの非常におすすめかなと思っています。というのが、あの私今日のデモに合わせてもう一回コンテンツといいますか環境を作り直したんですけれども、あの見事にはまってしまいまして、であの RPA インヤデーを見つつ、また小沼さんの、このキータの記事も見つつ、進めることで無事解決できているので、あの非常におすすめかなというふうに思っています。はい、モジュール1についてはこんな感じで、次に、モジュール2ですね。モジュール2はプロセスアドバイザーを使用して自動化の機械とプロセスのボトルネックを特定するという内容になります。で、プロセスアドバイザーを使用することで、その組織の中のですねプロセスのボトルネックを、特定したりですとか、共同記録の分析を行って自動化の機械を発見することができるというところがポイントになっているんですが、ちょっとこちらキャプチャーがあるんですけど、実際の画面でもご覧いただければと思います。プロセスアドバイザーですね。これはですね、あのこの RPA インヤデイの中に、プロセスアドバイザーのソリューションというものが、ZIP 形式のものが、入っていまして、あのそれを取り込む、だけでですね、ちょっとそのサンプルの業務フローというものが見ることができます。まあプロセスアドバイザーって機能があるよっていうだけですと、実際これどういう情報が得られるのかっていうのが分かりづらいところもあると思うんですけども、RPA インヤデイの中にはそういったサンプルのコンテンツもあるので、実際にプロセスアドバイザーってどういう機能なのかなっていうのも、この中で見ていただけます。すいません、ここはこの分析の画面まで表示しておけばよかったんですが、たまにやっぱり時間がかかってしまうので少々お待ちください。はい、ちょっと表示されるまでの間に、あ、来ました。来たけど、一番見えてほしい業務フローの部分が、もうちょっと時間がかかりそうかな。タイムアナリシスの方も、まだちょっと時間がかかっているので、少々お待ちください。ちょっと時間がかかっているので、一旦このままこちらのスライドベースですいません、お話を続けさせていただきます。はい、今こちら左側にあるのが、プロセスアドバイザーが表示してくれる業務フローですね。まあ、今回の請求処理業務のフローになるんですけども、請求入力の、どういうフローで行われているかを自動的に、プロセスアドバイザーの方が解析をしてくれます。これはプロセスアドバイザーの中でですね、操作を記録する機能がありまして、操作を記録して、その操作をタグ付けするだけでですね、このような自動的にフローを作成してくれます。例えばこちらですと、オープンコントソインボイシングアップということで、請求システムを起動するっていう流れから、まあ、請求システムのデータを入力して、請求システムのデータを保存するところの処理があるんですけども、この業務フローの中で一番ボトルネックになっているところってどこなのか。まあ、請求入力なのかなと思うんですけども、実はですね、あのオープンインボイス E メールアタッチメントということで、その請求メールを開くっていうところ、請求メールを確認するっていうところが一番ボトルネックになっています。あのボトルネックになっている部分が赤色で表示されてくれるので、あ、ここがみんな一番時間がかかってるんだねっていうことが確認できます。それ以降は、実際にフォームを入力するところだったりしてはいるんですけども、このようにやっぱり可視化することでどこがボトルになっているのかっていうのが、あの見えてくるのはすごくいいポイントなのかなと思います。はい、実際の画面の方が出てきたので、画面の方でも見ていければと思います。で、もう一つが、サマライズされた結果も表示されていきます。
その中には、誰がどれだけ時間がかかっているかっていうような、記録とかも全部残ってくれますので、この場合ですね、まあ、時間がかかっている人がどうこうというよりも、逆に時間がかかってない人は、すごく何か効率的なことをしているかもしれないっていうことが確認できると思いますので、それをもとに、じゃあこの誰それさんに対してヒアリングしていくっていうようなことで、まあ、効率的な運用をさらに確認していくことができるのかなと思います。まあ、なので、非常に業務の可視化っていうものが難しい部分もあると思うんですけれども、まあ、プロセスアドバイザーを通してですね、非常に簡単に記録をして分析を任せていくことができるというところが非常にいいのかなと思っています。はい、今スライドの方に戻りまして、で引き続きいきます。でプロセスアドバイザーについては、ちょっと私の方でも今回どういうふうなに分析をしていくのか、どういうふうな使い方ですね、使い方についてのちょっと記事をまとめてみましたので、よろしければご覧いただけると嬉しいです。はい、続いてが、モジュール3と4ですね、最初の、パワーオートメイトデスクトップの、フローを構築するという内容になります。こちらはですね、パワーオートメイトデスクトップのレコーディング機能を活用して請求システムにデータを入力する一番最初のアプリというのを作ります。でここもちょっと実際にデモンストレーションで、ご覧いただければと思います。はい、それではパワーオートメイトデスクトップ、起動をしますですね、パワーオートメイトデスクトップですね、アプリケーションのフローの名前を入れて作成をすると、空っぽのフローを作る画面の方が起動してきます。で今回は、今ちょっと起動待ちの間に実行したいのが、こちら請求入力のアプリを自動化したいんですけども、その対象のアプリというのが先ほどご紹介した、パオートメイトデスクトップ RPA インアデイの中で用意されているこのコントソインボイシングっていう請求システムに対しての自動化を行います。じゃあ実際にちょっとそこを進めてみたいと思います。でまず最初に、パオートメイトデスクトップの方で、先ほどのコントソインボイシングを、起動しますので、システムの中からアプリケーションの実行を、呼び出します。パオートメイトデスクトップの、アクションはドラッグ&ドロップでですね、フローブに移動していただくだけで利用することができます。今回はインボイシングのアプリを入力して保存するだけ。はい。で、まずこの時点で一回実行してみたいと思います。で、実行すると、はい、今アプリが起動することが確認できました。で、この後はこの請求データを入力するための自動化処理を書いていくんですけども、こちらについてもですね、基本のフローをまずレコーディング機能で作っていきたいと思います。レコーディング機能は、デスクトップレコーダー、こちらを起動するとですね、パオートメイトデスクトップが自動的に隠れてくれて、デスクトップレコーダーというものが起動してきます。では、記録の開始を行います。はい、で今、記録がスタートしました。まず入力するのは請求処理なので、インボイシーズを選び、で新しく入力するので、新しいニューレコードというものを選択します。そうすると、空っぽの入力画面が開きますので、アカウント、まあ、一旦ここは前川と入れて、でコンタクトのところにはメールアドレスですね、連絡先のメールアドレスを入れます。で最後に、アマウント、アモント、発音をさっき勉強したんですけど、ちょっと忘れてしまったんですが、請求額に当たるものを入れたら、最後、左上ですね、セーブチェンジズっていうところですね、保存ボタンをクリックして、これで入力が完了するというところですね。で、レコーディングが今、全部終わりましたので、合わせて終了の方を行います。はい、終了ボタンを押すと、パオートメイトデスクトップのフローの画面の方に戻ってきて、一連の記録した内容が自動的に入ってくれています。じゃあ、実際にこれも、実行してみたいと思います。ここで実行がうまくいかないと、ちょっと後々のデモにも影響がしてしまうので、ちょっとうまくいってほしいところなんですが、そうですね、今請求システムが起動中です。起動されて、
そうですね、新規の、請求データの入力、前変わって入れたりとか、1万ドルっていう金額が入って、はい、完了ですね。まあ、このように、レコーディング機能をもとに簡単に自動化処理を書くことができるというところが、コンテンツの中でも説明されています。で、この後はですね、これを実は、デスクトップフローの方からこのフローを呼び出すんですけれども、データの呼び出しですね、データの受け渡しをする必要があります。デスクトップフロー側の方で、今私が固定値で入力した、その相手先の情報ですね、お客さんの情報ですとか、請求金額の情報とかがあるので、その受け渡しについては、この左のところですね、にあります、入出力変数というところで、受け渡し用の変数を設定いたします。じゃあ、ここもちょっと実際に設定していきます。プラスボタンを押して、入力っていうふうに選ぶと、新しい入力変数の追加が出てきます。ちょっとこれも、もともと用意されている内容があるので、それをコピペで入れていきますね。入力するのは、先ほどの請求額のアマウント、を設定します。で、外部の名前も同じ名前にして説明も入れます。で、一旦規定値を入れる必要があるので、まあ、ここは違う金額にしとこう。500ドルとか5000ドルにします。で、続いて入力変数の2個目が、コンタクトですね。連絡先になるので、こちらもコンタクト。外部名も説明もコンタクトって一旦入れて、メールアドレスを入れます。ppp@kkk.jp なんて、ちょっとこれ仮の規定値ですね。パラメータが渡ってこなかった場合に、入れるための値なので、今回渡ってくるはずなので、今デタラメなものを一旦入れてます。はい。で、最後はアカウントですね。で、アカウントを設定、変数名に設定して、外部の名前もアカウントで大丈夫です。で、規定値のところも、じゃあこれは ABC インクっていう名前の会社から来るという形にして変数を設定します。で、これで受け渡しの形はできたんですけれども、このままですと、受け渡されただけで使用されていないので、実際変数として使用する形にしていきたいと思います。はい、ではですね、まずそれぞれのフィールドで、データを入力しているアクションの中に入れていきたいと思います。まず、コンタクトですね、会社名として一旦入れた、前川のところは、コンタクトじゃない、アカウントについては、変数アカウントを使用します。はい、で続いて、コンタクトですね、連絡先として入れたところに対して、コンタクト変数を設定します。このように変数も手で入力する必要はなくて、こういう GUI の、もうコントロールが用意されているので、まあ、そこから本当にポチポチポチと選んでいくだけで設定ができます。はい。で、これで設定がされました。これで外部からデータが受け渡されるっていうところの環境が出来上がった形になります。はい。実はですね、ここでパワーオートメイトデスクトップについてのお話っていうのは、このコンテンツの中では一旦出てこなくなります。今日ちょっと触れることが残念ながらできない、ラボ Q かな、ラボ Q の中で Web と Excel の自動化っていう部分もあるんですけれども、ちょっとこの請求処理業務フローの中ではここで一旦登場が終わってしまいます。ただちょっと残念なので、もう少しだけパワーオートメイトデスクトップの個人的にちょっと、この好みのある機能についてお話できればと思います。パワーオートメイトデスクトップですね、先ほど記録しているときに、UI要素というものを記録してます。コントロールのどこを触っていくか触れていくかというところが、全部記録されているんですけれども、まあ、例えば最後に保存ボタンを押している処理があるんですね。これかな、保存ボタンを押している処理があるんですけれども、こちらのですね、この記録されている UI 要素というものが、中身として保存されていて、その今回は、いわゆるレガシーシステム扱いになってるんですけども、Win32 のアプリを自動化してるんですが、Win32 のアプリの中身をですね、解析して、その中のどこにアクセスすればいいかっていうのを自動的にパワーオートメイトデスクトップの方が判断してくれてます。例えばこの中ですと、先ほどの保存ボタンの中には ID という属性があって、イメージセーブっていう変数があるので、これがいわゆるその画面の中のコントロールの1位に当たる値にであるというところをパワーオートメイトデスクトップの方が一旦判断してくれて、この ID がイメージセーブだったものについてを自動化するよっていうふうに選んでくれてます。で、これがもしちょっとパワーオートメイトデスクトップと実際の操作というか、が合わない場合は、セレクターを編集したりですとか、そういったこともできますので、非常に安定的な自動化をこのセレクタービルダーを通してですね、変更したり設定することができるというところが非常にパワーオートメイトデスクトップのいいところなのかなと思います。はい、というところでちょっとパワーオートメイトデスクトップ、パートが、以上になりまして、続いてまたスライドの方に戻っていきたいと思います。は
で次はですね、モジュール5から8ということで、クラウドフローとデスクトップフローの連携ですね、AI ビルダーも使った連携になります。で一気にちょっとまとめさせていただいているのが、RP エンジニアでのコンテンツ、非常に丁寧でして、それぞれのモジュールごとで、一個一個の、なんていうんでしょうかね、そのコネクターの説明をしてくれてます。で、それを最終的に完成したらこれだよっていう絵図が今表示している内容になってきます。先ほどちょっとご紹介した、私の作ったフローの絵が最終的にはこういうようなパワーオートメイトのフローにつながっていくというところになります。あ、ちょっと説明が間違っているのはちょっと一旦無視していただいて、で、ここの部分ですね、新しいメールが届いたら、その後にですね、そこのメールについている添付ファイルを、AI ビルダーの予測、機能で、一旦解析の方を行います。で、解析された、フォームの結果を、Teams の方でですね、ユーザーに対して確認してもらうようにメンションを飛ばして、でメンションした結果ですね、OK、NG で、パワーオートメイトデスクトップを呼び出すか、メールを呼び出すかっていうところを、分岐していく形になります。はい、で、フローとしては比較的シンプルなところではあるんですけども、この中でちょっと使っているサービスとして、その請求書の解析を AI ビルダーを使ってます。で、AI ビルダーなんですけれども、こちらですね、ノーコードによる AI の利用ができるサービスということで、今日ちょっとご紹介するホーム処理ですとか、あと物体検出といった個別にトレーニングを行って使用するモデルと、すでに学習済みで使えるモデルの2つに分かれています。まあ、下の方がすでに使えるモデルということで、名詞リーダーですとか、感情分析なんていうのも使えたりもできます。はい、で、こちらの AI ビルダーの部分ですね、ちょっとこのまま少し見ていきたいと思うんですけれども、AI ビルダーも非常に設定が簡単にですね、解析の方を行えるようになっています。あんまりお時間がないんですけど、少し画面上でご覧いただければと思うんですが、すでに作成された、これからモデルを作るところをちょっと見ていければと思うんですが、AI ビルダーですね、パワーオートメイトの、左側のメニューのところにあります。パワーアップスの方でも、使える機能になっているんですけれども、この、どのフォームを利用するかというところですね。ちょっとここを最初に選択するところだけでも、ご覧いただければと思います。一回リンクを押してしまったので、またくる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 と回ってしまっている。回ってしまっているので、ちょっとお待ちしたいと思います。スライド越しで。はい。スライド越しじゃない。ごめんなさい。失礼しました。というのがですね、RPA in a day の中には、データパッケージという中で、このトレーニングですね、AI ビルダーのトレーニング用の、PDF ファイルというのがすでに用意されています。これをまあ AI ビルダーにポーンともう投げ込んであげて、その中でどこの項目を読み取るかっていうのを設定してあげるだけで、もうすぐ使えてしまうという形になります。変わったかな？あ、変わらないですね。ちょっと諦めます。はい。ということで、これも本当にポチポチポチとですね、読み取る項目を選択していってあげるだけで、請求書の解析機能というものを簡単にですね、パワーオートメイトのフローおよびパワーアップスの方に組み込んでいくことができるというところになります。はい、で先ほどのですね、ちょっとフローの絵図に戻って、まあ、最後にですね、ちょっとそのパワーオートメイトデスクトップのデスクトップフローを呼び出すところをちょっとポイントとして ご覧いただければと思います。はい、今これ実際のフローの画面なんですけれども、その中で条件というところですね、Teams のメンションの結果が OK だったら、Power Automate Desktop で構築したフローを実行するという画面、失礼しました、コネクタを呼び出します。で、その画面の中で、どのフローを呼び出すかっていうのを、すでに Power Automate Desktop の方ですね、先ほど構築したフローが選択できるようになっています。今日はもうちょっと作成済みのフローをこのまま呼び出す形にしますけれども、データを入力するところと、あと先ほど設定した引数たちですね、引数たちを AI ビルダーで解析した結果を引数として渡すことにしています。はい、じゃあ、ちょっと実際に、どういう流れのものができるかやってみたいと思います。ではまずメールが着信されたらというところなので、あ、メールの新しいメッセージが表示して、じゃあちょっと私宛にメールの方を送りたいと思います。
で、件名に請求書って入ってるものを処理に回すようにしてるので、ちょっと請求書とだけ入れて、あとは添付ファイルでの、画像ファイルですね、請求書の画像ファイルの方を渡します。先ほどちょっとトレーニングの画面一瞬スライドでご覧いただきましたけども、それと同じものをですね、トレーニングでは使っていないファイルというのを今渡しました。で、今メールの方が送信ともに、まあ、同じアドレスなので今着信をしたんですけれども、着信をしたら今おそらく AI ビルダーの方の予測処理の方を通っていってくれているはずです。で、こちらが完了すると Teams の方に通知が来てくれる形になります。あ、今 Teams のタブちょっと開きましたけれども、そうですね、 Teams のチャットのところ開くと、はい、新しい請求書が来ました。請求額は、$6,743 です、請求日は、何日ですというような、その請求書に記載の項目ですね、読み取った内容を表示して、くれています。はい、そして請求額6743という請求書なので、この内容を全部読み取って、AI ビルダーが読み取ってくれているものが、Teams の方で今メンションされていきましたので、これを承認します、 OK の方を押してあげます。で、そうすると、次の流れとしては、Yes だった場合に、Power Automate Desktop を起動して、処理の方を、開始をしていきます。ちょっとパワーオートメイトデスクトップの呼び出しは少し時間がかかるのでお待ちください。多分アプリが立ち上がってくれるはずですね。初だよなと今ドキドキしながら、今まだ実行中なのでちょっと実行をお待ちいただければと思います。そうですね、今請求アプリの方が起動してデータの入力、今私がマウスを触ってしまったのでずれてしまいました。はい、すいません。はい、ただ今ちゃんと受け渡しのデータが来て、データの入力が行われるという流れが自動化されています。はい、すいません、自分でミスを引き起こしてしまうというちょっと残念な結果になってしまったんですが、以上で、Power Automate Desktop の実行までを連携したフローのところをご覧いただきました。はい、というところで、今ご紹介したこのフローですね、こういったものを RPA in a day を通して作成することができます。で、やっぱりこういうコンテンツを通すと、これだけではなくて他のことにもちょっと利用できるなとか、他のことの連携もできるなっていうところをちょっと思えてくるのかなと思います。例えば、これやっぱり私通して、これじゃあ Power Automate だけではなくて、一回確認も入れるんだったら Power Apps で請求書をチェックするアプリを作って、それをデータ入力とかデータ確認として入れてみるのはどうかなっていうことで、パープスと連携したアプリを使って、オンプレミスのシステムに入力するっていうフローを作ってみたりですとか、そういったようなやっぱり新しい発想にもトレーニングを通してつながってくるのかなと思うんで、そういう意味でも非常に RPA in a day でおすすめのコンテンツかなと思っています。はい、最後に、まとめになりますが、Power Automate Desktop というものだけではなく、とか、あとクラウドフローだけではなく、やっぱりそれぞれ、連携をすることで自動化の範囲はやっぱり非常に広くなるのかなと思います。で、今回は Power をプラットフォームの中の AI ビルダーを利用しましたけども、Power プラットフォームの製品群、またクラウドベースの連携でさらにより多くの連携ができると思いますので、自動化の範囲を広げる学びにもなるというところで、RPA in a day非常に面白いコンテンツかなと思います。というところで、私の発表の方を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。いや、パワーオートメイトデスクトップって、パワーオートメイトとかいろいろ触ってきた人間から見ると、すごいなんて言うんでしょうね。もう独自のもの、これ一緒のサービスに組み込むんだっていうので当初びっくりしたんですけれども、やっぱりこういうふうに AI ビルダーだとかそこら辺組み合わせてもらうと、なんかつながってて逆に良かったなっていう感じがすごい受けられるんですよね。そうですね、非常にやっぱりつなげやすいっていうところもあると思ってますし、あとはこっちの処理はパワーオートメイトデスクトップでした方がいいのかなとか、パワーオートメイトにした方がいいのかなみたいなこともいろいろ考える余地も出てきたのかなと思いますので、そういう点でも非常にいいのかなと私個人的には思ってます。
はい、でちょっとこれは一つ聞いていいかどうかよくわからない質問があるんですけれども、はい、AI ビルダーさんの日本語対応って今どういう感じなんですかね。そうですよね。そうですよね。そうそう。それは、そう、今日やっぱりご紹介した中で、数字と英語だけなんですけれども、本プロセッシングについてはまだ確かに日本語版は出ていなかったはずなので、ちょっとこれは引き続き、期待をしていきたいなと思います。もともと、Azure の方のそのフォームの処理の方がベースになっていたはずなので、そっちが日本語に対応してたのかな、どうなのかな、そっちが先な気もしてはいると思うんですけれども、ね、はい、ちょっとそこのも含めて私もずっと連絡を待ちたいなと思います。はい、うん、はい、ありがとうございました。これで次は16時10分ですね。そうだ、そこからさん、はい、あ、1点だけちょっとお伝えすることを忘れてたことがあって、はい、AI ビルダー、AI ビルダーのことで、パワーオートメイトデスクトップの使用できるライセンスの中で、AI ビルダーの、分が5000クレジット利用することができるんですね。今回私無償版 の、 トライアルを使ってるんですけども、実はパワーオートメイトデスクトップを使うと AI ビルダーも使えるっていうところもあったりするので、それもあって多分 RPA やデーの中に組み込んでるなっていうのがあったので、そこをちょっとお伝えぜひしたかったです。ごめんなさい、ちょっとお話を下げてしまって。それは、はい、ありがとうございます。うん、なかなか知られない情報ですね、今の。私もドックス見てて、あ、そうなんだと思って嬉しい発見でした。はい、はい、ありがとうございました。